スクールアイドル9番勝負、2回戦はダンス対決よ。今度はスクールアイドルにぴったりの内容だね。もしかしてダンスゲームで対決するんですか？その通り。より高い得点を取った方が勝ちよ。ミューズからはエリが出るわ。あなたたちはどうする？ダンスゲームなら結構自信あるの。私に任せて。今日は楽しみましょうね、カリン。ええ、よろしくね、エリちゃん。だからあんなに綺麗に体が動かせるんですね。納得かも。カリン先輩は色っぽいダンスだし、どっちも目が離せなくなりそう。あら、どんどんオーディエンスが集まってきてるわね。ほんとだ、楽しそうなことしてるって思ってくれたのかな。やっぱりニコニーがいると目立っちゃって目立っちゃって仕方ないわよね。そうだ、せっかくだからゲームの点数だけじゃなくて見てくれる人たちにも判定をお願いしてみない？いいアイディア、楽しい勝負になりそうだね。皆さん、集まってくれてありがとうございます。私たちはこれからこのダンスゲームで対決をします。二人のダンスが終わった後にどちらが良かったか拍手で教えてくれたら嬉しいです。今日は皆さんの声を私に届けてください。全員でダンスを楽しみましょう。じゃあ私たちも参加できるんだね。私たちもエリちゃんとカリンちゃんにたくさん声援を届けようね。まずはカリン、あなたからパフォーマンスしてちょうだい。言われなくても分かってるわ。エリちゃんも素敵だけど、私のダンスはセクシーなのが売りなの。ギャラリーを魅了してみせるわ。いい感じよ、ここでターン。これで決まるよ。どうだったかしら。すごい点数、96点だって。やっぱりカリンちゃんはできる子。よしよし、すごいじゃない、完璧だったわね。エリちゃんのダンスも楽しみにしてるわよ。え、それじゃ始めるわね。ジャンプからのステップ。笑顔が素敵ね。みんなどうもありがとう。エリさんのダンス楽しかったね。もうすぐ結果が出るよ。エリちゃんも96点だ。え、同点？びっくりだけど、二人ともすごく上手だったもんね。まだオーディエンスの判定が残ってるわ。これで最終判定と行こうじゃない。じゃあ判定してもらおうか。カリンのパフォーマンスが良かったと思う人、拍手。まあこんなものかしら。では次ですね。エリのパフォーマンスが良かったと思う人は拍手をお願いします。びっくりだわ、すごい拍手をありがとう。拍手の量は圧倒的、みんな正直なのね。
この勝負、私たちがいただいたわ。かりんちゃんのダンスもすごく良かったんだけどね。惜しかったな。ありがとう。もうちょっといい勝負になるんじゃないかなって思ったんだけどね。エリちゃん、どうもありがとう。間近でパフォーマンスを見ることができてすごく嬉しかったわ。こちらこそ。これから私たちいいライバルになりそうね。ごめん、私ちょっとやることあるから、みんな先に行ってて。ほら、行こう行こう。かなたちゃんが連れて行ってあげるから。自信あったんだけどな。ギャラリーの支持がもらえないなら、せめて点数だけでも上を目指したい。もっと、もっと頑張らなくちゃ。